フォーカス徳島は四国放送が平日夕方に放送しているローカルニュース番組。徳島新聞テレビ夕刊の後継番組として1982年4月5日にスタート。2017年現在放送開始から30年を数える長寿番組である。徳島ローカルの夕方の報道番組はケーブルテレビ会社が自主制作しているコミュニティ番組を除けば NHK 徳島放送局制作の夕方、情報番組とこの番組しかない。放送開始当初は、全日ともに18時18時30分に放送されていた。現在の放送時間は、ニュースエブリーの全国パートを飛び降りた後の18時15分から18時55分、金曜日は18時51分までである。口実の通り、 1999年4月の530フォーカス徳島開始以降は17時代と18時代のローカル制作番組で NNN の全国ニュースをサンドイッチする編成形態をとっている。なお、年末年始特番等で放送枠が縮小される場合には徳島新聞ニュースが放送される。メインキャスターフィールドキャスター2015年9月25日は 徳島県広報番組の放送がないため、月曜日く木曜と同じ18時15分から18時55分で放送。1999年4月5日からは、生活情報メインの関連番組として、530、フォーカス徳島が17時30分から放送されて、いたが、同番組は2008年9月26日放送分をもって終了。その後、 17時代では発展解消的にリニューアルした後継番組5時からローカル5時カルが放送されている。ありがとうございます。